10年後、20年後、もうはたまた100年後を見据えてね、これが自分だけではなくて、国だとかね、世界とかという、こういうね、視点で見ることによって、自らのビジネスもうまくいくようになる。これが、まあ、王道なんですけど、まさにね、そういうことをやられてる、社長だなと、あえて社長と言わせてもらいますけどもね、例えば自分でボクシングやられたりとか、いろんなことやられてますよね。そういう感性やっぱり磨かれてるっていうのは、やっぱりこの事業にとって大きなね、僕は役に立ってるのかなと、その一つの要素かなと、思いました。大学院ではどういったことを専門で学ばれたんですか？大学院はね、虫歯のワクチンの研究をしてました。ノーベル賞を取りたいと思ってたんですよ、真剣に。虫歯のワクチンを開発して、その当時は。でも、よく考えるとやっぱり大学残って研究者になるような器じゃないなと思って、方向を進路を変えました。訪問医療ですか、はい、っていうところにこのフォーカスされるわけじゃないですか。そうですね、なんかそのきっかけっていうのはあったんですか？知り合いのナースの紹介です。ナースの導きです。ほう。ナースがもう、あなたもその当時はもう開業して10年経ってたので、はい、ちょうど10年目に始めたんですよ、うん、でも開業としても安定してきたんだから、はい、もうその恵まれない方の治療をこうしたら、うん、経済的に、まあ、不自由な方、うん、経済的にも、うん、弱いし、体も弱い方のいっぱい求めている方が、治療を求める方がいるわよと、はい、そういう人にもスポットライトを当てるような、うん、そのまあ、社会貢献ですよね、うん、それをやったらって言われました。訪問診療をされるようになって、なんか一番なんかこの、もともと思ってたことと違ってたとか、あるいは思ってたよりもすごかったとかっていうようなところってあります？もうそれはもうハイリスクだと思ってたんですけども、はい、もう意外にリスクはないなっていうことです。もう実感してます。ほうほう。要は医療事故はもうほとんどないですから。整形クラブっていう、ね、はい、クラブを立ち上げられた、まあ、もともとの後ろの大きな趣旨っていうのはどういうところなんでしょう？大義を持って対等の立場で、まあ、勉強したりとか、いろんなその問題定義をしたりとか、まあ、ただ勉強するだけではなくて、政策定義をしたりとか、出版をしたりとか、いい意味で、いい意味で、その利権だとか、そういうことでは決してなくて、そういう趣旨の会です、まあ、今でもそれは変わってないです。高齢者が増えることによって、要はビジネスモデルそのものをもっと考えれば、仮に減ったとしても、トータルのマーケットが増えるんだというような話をしてるんですけども、そういったことに対しての神武さんなりのなんか見解ってありますか？一番お金かかってるのは社会保障費なんだから、これをもう抜本的に産業化していくってことです。そういうところから変えていかないと、日本人としてのそのなんていうのかな、経営者だってそうですけども、やっぱり自負や自信やそのプライドがなければ会社なんか成り立たないのと一緒で、日本という国がどん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 地盤沈下しちゃいます。でそれにプラスやっぱり経済をしっかり立て直さないと、財政を。それはまあだから政権クラブで言ってるのは、憲法やその他ちゃんとした国づくりをちゃんとやって、プラスやっぱり社会保障を産業化して、財政や経済そのものを活性化すれば、日本は多分立ち直るんじゃないかなと思いますよ。そうすると当然将来安心できれば、少子高齢化の問題も解決されるし、やっぱり国民一人一人が自信喪失してるんで、それを回復させることが本当に大事だと思いますよ。これからその経済だけじゃなくて、いろんな意味で。それをだから一つその大きなキーワードはやっぱり社会保障だと思うんですよ。それをどうにかするっていうのが、この神武さんそのものも今ドバイかなんかにもあります、ね、既にやってますよね、はいはい、ちょっとその辺のところお聞かせいただけますか？ドバイはね、はい、やってみるとドバイにありますよねってことでね、すごく注目されるんですよ、うん、中国でやったりとか、はい、まあ、台湾っていうのはまあまあ近場でやってるなって感じなんですけど、うん、わざわざドバイまで出かけてって、うん、何のためにやってんのっていう話題性があるんですよ、うんうん、ある歯科医師の紹介です。うん、人脈ですこれも。でまあドバイいいよって言うんで、ドバイなんて出したって行くだけでも大変なんじゃないなと思ったんですけど、うん、でもその政府が本当に注目してるエリアに、うん、クリニック出せたんで、とにかく走り続けるっていうことが大事だなと思ってる。